はい、皆さん、南国神々の島からおはよう、こんにちは、こんばんは。ドイバリカチャタのドイちゃんですが、今回はですね、空港の方にリピーター様をお迎えに行きます。まあ、バリ島に何回も来てるお客さんなので、これからドイちゃんがお迎えに行きます。まあ、皆さん、最後までこの動画を見て、チャンネル登録もよろしくお願いします。行くぞ。はい、じゃあ空港に行きましょう。皆さん、間もなく空港の方に着きます。ですね、今日の天気もすごく最高ですね。晴れてます。はい、皆さん、僕らドイバリカチャータ、空港の送迎もやっております。皆さんがバリ島旅行来たら、空港送迎はですね、ドイバリカチャータにご予約すると安心ですね。まあ、カーチャーターして空港の迎え、そのまんまどっかで昼ご飯とか両替とかも、連れて行くので、その後はホテルのチェックインも、案内します。はい、皆さん、ドイちゃんです。バリ島神々の島からおはよう、こんにちは、こんばんは。ですね、今はですね、空港にお迎えに行きます。まあ、皆さんですね、僕らはバリ島で人気ナンバーワン、カーチャーター会社と、ツアーガイドなので、バリ島旅行来たらぜひ、僕らに連絡してください。空港のお迎えも、カーチャーターを使ったら安心ですね。カーチャーターをご予約したい方は下の概要欄に、ぜひチェックしてみてください。
皆さん、こんにちは。今空港の方に到着しました。今日はですね、昼間の到着なんですが、まあマレーシア航空じゃなくてシンガポール航空乗ってるみたいで、昼間の12時に到着するんですよ。皆さん、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。まあ、最後までこの動画を見てください。バリとようこそ。逆に言うね。そうだね。でもろパンゴスパパアネバサポビサネの。はい、ですね、空港は今こんな感じですよ。空港にお迎えに来てる方々はめちゃくちゃいっぱいいますね。リレーみたいですね。大丈夫ですよ。頑張るわ。頑張るしかないね。さあ、頑張らんとあかんわ。はい、皆さん、今バリ島の空港の状況はこんな感じですね。少しずつ、観光客が、来るようになったんですね。はい、皆さん、ここがですね、ウラライ空港ですね。バリ島のインターナショナル空港でございます。到着するときは、ガイドたちがですね、ガイドとドライバーたちがこちらで並んで、看板はお客様の名前を持って、こちらの方に立って待ってるんですよ。まあ、皆さんがですね、そこから全みんなここから出てるかと思いますので、でそのまま向こうの、出口になるんですね。
はい、皆さん、バリ島旅行から空港の向かいはですね、ドイバリカチャーターに頼んで、こういう感じでお迎えに行きます。まあそのまま両替所とか、まあ、ご飯とかも連れて行くことも可能なので、もちろん、ホテルにチェックインするまでですね。ですね、皆さんそんな感じでですね、空港の迎えは、こんな感じで、安心して、空港のタクシーよりは安いので、どこでも自由にご案内します。僕らはバリ島で、人気ナンバーワンガイドたちの、カーチャーターですね。ドイバリカーチャーターをご利用してください。次の動画も楽しんでください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではロイちゃんでした。